はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オンラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ここのクエスト、行きたいと思います。全然無理だったんだよね。これ、正義の心、宿りし時に、ですね。レベル上限が99になるっていうやつなんだけども、難しい。もう、とにかく、難しい。まあ、ちょっとね、もうレベル95なので、これをやっとかないと経験値がもったいなくなるので、挑戦していきましょう。本当に難しいんだよね。それでは行きましょうか。2、4、5体か、5体だもんね。まず、壁作っとかないといけないよね。ちょっと待って。おいって、あ、大事。まずは、こいつを倒さないと、ダメでしょ？もう！ナイス！どうしようもない！いや、逃げようにも多分逃げれないんだよね。ちょっと！お、俺何にもできない。よし、OKOK。いけるやろ。とりあえず、この地合いの獣を何とかしないと、どうしようもないよね。あーもう無理か。いける。あー、もう僧侶もやられてるからね。あー、でもまあ負けん士がなんとか頑張っててくれてる。オッケー、ナイス。俺も生き返らせて。オッケー、倒した。いけるかも。いや、ちょっと待って。ナイス。ちょっと待って、俺を動かして攻撃。ああ、もう難しい。どうしたらいい、これ。もう一回いきます。旅芸人を命大事ににしました。まずはこの地合いをまず倒さないとどうしようもないからね。まずはこいつを、こいつを攻撃するっていうのは間違ってないと思うんだよね。やばい。マジか、僧侶もうやられてる。いや、マジか。生き返らせて、なんとかさ。よし。何それ、回復しやがった。最悪だ。オッケー。あー、ダメだ。これどうしろっていうの。いや、厳しいって。あー、もう、あー、ダメだ。やられた、完全にやられたわ。いや、これは厳しい。どうしよう。これもう完全に無理だな。ダメだ、全然無理っすね。あ、この今の状態じゃ勝てる気が全くしない。何かが足らないんだろうね。補助呪文？スクルトとかなんかそういうのを入れていかないと、ダメなのかな。結構魔法打ってくるんで、魔法カンタ、魔法捨て、そのあたりか。あ、じゃあ、そうね、僧侶じゃダメか。僧侶じゃなくて、何か一体、耐久力を上げてくれるようなキャラクターを入れれば、いいのかなぁ。ここは攻撃でゴリ押しよりもなんか耐久がないと耐えれないのかもしんないね。いや、もう全然無理だったもんな。かも、レベル96まで俺が上げて、装備をもう一新していかないと、これはちょっとね、勝てる気がしない。はい。ちょっとなんか、アドバイスだったらお願いします。一応レベル上げてもう一回挑戦してみますけども、
まあ、頑張ってみます。何かあれば教えてください。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。